夏は1年のうちで最も紫外線が強い時期ですよね。まあ、特に目の日焼けには要注意なんです。その目を守るためのサングラス、今薄い色が人気を集めているようです。今日最高気温が 32.8 度となった東京。雲が多めの1日でしたが、日差しの強い夏は曇っている日でも日焼けをする恐れがあるんです。曇ってる日でも8割から9割ぐらい紫外線が届いてるとは言われてます。中でも要注意なのは目の日焼けです。目が紫外線を浴びることで白目や黒目の部分が傷つき炎症が起こることも。ひどくなると白目の部分が瞳孔にまで入り込み視力障害を引き起こす翼状片という病気になるリスクがあるといいます。こうした日焼けを防ぐ切り札がサングラスです。都内の専門店を訪れると目の日焼けに悩みサングラスを求める男性の姿がありました。海行ってたんですけど、結構その翌日とか痛くて目がもう結構コンタクトしてるんですけどかなり痛いんで、ちょっと今年はできるだけ有効活用していこうかなと思ってます。このお店には濃い色や薄い色などさまざまなタイプのサングラスがありますが、コロナ禍だからこそ売れ筋にある傾向が出ていました。それはマスクでの生活が多いんですけれども、マスクをしても目元が透けて見えるようなサングラスですと怪しく見られないので人気が高いです。このようにマスク姿で濃いサングラスをかけていると顔のほとんどの部分が隠れ表情は全く見えません。街中でも薄色サングラスをかけている人が多く見られます。レンズの色が薄いと日焼けを防ぐ効果は下がるのでしょうか。実はレンズの色と日焼けを防ぐ効果は関係がありません。重要なのは紫外線のカット率です。店には紫外線カット率 99.9% の薄色サングラスがずらり。こちらの透明の眼鏡も実はサングラス。紫外線を 100% カットするというもので、マスクをしていても違和感は全くありません。猛暑の影響があるのでしょうか。サングラスは予想を超える売り上げで去年よりも好調だといいます。さらにこんな進化系サングラスも。その名も色が変わるレンズ。室内では透明の眼鏡ですが、外に出ると紫外線の量に反応し色が濃くなって眩しい光を調整します。これから本番を迎える夏の紫外線、目にも気をつける必要がありそうです。